実りの秋を迎えました。佐世保市北部鹿町町吉の里、眼下に北九十九島、海を隔てて平戸を望む棚田地帯。この夏も厳しい日差しのもと、棚田では黙々と草取りに汗を流す若者の姿がありました。土作りから始めて肥料も手作り、無農薬が彼らの目指す農業です。ここ口の里に生まれ高校生までを過ごした前田春夫さんと、友人で京都出身、大学から長崎で学んだ下高俊明さん。高齢化が進むこの地域の棚田の風景を守りたいと、数年前から耕作放棄された田んぼを借りて米作りを始めた2人に、この春新たに仲間が1人加わりました。農業体験は全く初めてです。楽しみですね。生まれて初めての米作り、日の出とともに動き出して日が沈んだら終わりっていう。すごくいいですね。最高に気持ちがいいですね。この日3人が向かったのは、かつて料亭だった長崎市内の木造建築です。庭や建物もそのままに。起業家の孫泰造さんがここを拠点に教育コミュニティ義勇田を立ち上げました。地域の課題解決のためのモデルとして義勇田が選んだのが棚田プロジェクトです。ウェブ会議でプロジェクトのコンセプトや稲刈りの日のスタートイベントに向けて互いの考え方に齟齬がないか確認しました。このプロジェクトに賛同してくれる人たちであって、あくまでお客さんじゃなくて、いや一人一人が棚田プロジェクトのメンバーなんですよっていう方って。棚田を生産の場としてだけでなく、自然の中での学びの場や楽しむ場所としてアピールしたい。そのために新たに休耕田を借り受け、テントを張る場所などを確保するための整備も進めてきました。僕らも毎回ここに来て、自然って素晴らしいなって、景色素晴らしいなって思うので、この景色を価値に変えたいなと。自然を売り物っていうですね、そういうところに目をつけるっていうのは、少しはですね、理解してあげないとなと、そういうところしかここは生きるところはないのかな。こうして迎えた今月10日、いよいよ収穫です。棚田一帯は朝から霧雨に包まれていました。素晴らしいな。やっと来れましたね。来れましたね。やっともうコロナでずっと来れなかったから、もう念願かなって感じですよね。いやー素晴らしいな。いやーまさかここまでとはって、やっぱり全然違いますよね。こう写真とかで送ってもらったりとか、でオンラインでこう見せてもらってたのとは全然違う。やっぱり本物にこう触れないとですね。この日は東京から義勇田の関係者と、県内から5つの家族を含むおよそ20人のモニター参加者が集まりました。義勇田はですね、長崎を拠点にですね、いろんな新しいことで、これからの社会をですね、良くしていこうっていう心意気を持った人たちをどんどん応援していこうという学びの場を、作っていくと。伊豆諸島を吹き荒れた台風14号の風は、収穫直前の稲にも影響を及ぼしました。さらに
一枚一枚の面積が小さい棚田では大型の工作機器はなかなか使いづらく、参加者はあいにくのお天気の中、鎌を使って丁寧に稲を刈り取っていきました。日頃のストレスを過ぎてここに当てる。この日は風も強く、山あいは肌寒く、農作業の合間には焚き火で暖を取ります。今日は雨と風でちょっと大変だったけど、結果的にいろいろできて楽しかったです。楽しかったのでまた来たいですね、はい。今回おいくらですかって聞いたぐらいなんで全然、はい、流用でも、はい、来ますに皆さんになんか救われた感はものすごくあります。もっとみんな早く帰るのかなと思って昼ぐらいにはもう帰る帰るって言い出さないかってちょっとドキドキしながら、なんかすごい人間としてこう生きてるなっていう感じがもう一日満喫できましたね。やっぱりこれはなんとか僕らの力でこう残すような方法をこう見つけ出せればなというふうに思いましたね。米を売るのではなく、彼らの活動に共感して賛同してくれる人たちに毎月定額で景観と農作業の体験を提供する、サブスクリプションの考え方を農業に取り入れたサブスク農業で棚田を守ることができるのか、彼らの挑戦は始まったばかりです。